で、そういうことを前提としたときに、先ほどの任務モデルで、リジュンが存在しているということをどう表すことができるか。先ほど言いましたように、リジュンというのは、収入とコスト、費用と比べると、売上の方が費用よりも大きい。その差がリジュンですということです。で、それを先ほどの、生産手段部門と消費財部門の、2部門で今から見ていきましょう。記号としてですね、P1、P2、まあ、この PI で、I として、1と2が入るんですが、P1 に P2 を商品1単位あたりの価格とします。P1 は生産手段の価格。P2 は消費財の価格。まあ、価格、英語でプライスと言いますので、そのプライスの頭文字ですね。W、これは貨幣賃金率。ウェイジレート。頭文字です。W。まあ、要するに、第1財、生産手段の価格が P1、消費財、代理財の価格が P2 で、で、労働力ですね。その価格、これが W だと。いうことになります。そうするとですね、リジュンの存在というのはどのように表すことができるか。まず、第一部門、生産手段部門に関してはこんな風に表すことができます。売上が、コストよりも高いですということなんですが、1単位あたりで見てみる。生産手段を1単位売ったら何ぼもらえるか、収入が何ぼもらえるかといったら、それは価格ですね。P1。それがコスト。今の場合1単位ですから単位コストですね。それよりも大きいということです。単位コスト、どう表せるかというとですね、生産手段を1単位作るために何も投入せないかんかったかというと、生産手段自身を A1、投入せないかん。で、その、生産手段1単位あたり P1 の値段がしますので、掛け算した P1、A1 ですね。これだけが生産手段を1単位生産するために投入せないかん生産手段、その金額、コストになります。で、さらにこれに加えてコストとして、先ほど見ましたように、労働コストが加わるということですね。では、労働はどんだけ投入するかというと、1単位あたりタウ1であります。1単位あたりタウ1の労働を投入して、その労働1単位あたり W の賃金がかかりますよ、ということなので、合計して W タウ1ですね。これだけが労働コスト、賃金コストになります。で、この生産手段の投入費用と、賃金コスト、これを足したもの、これが、単位生産費ですね。そしてこのコストが、この売上価格よりも小さいですよというのが、リジュンが存在するという条件になるということです。これは同じく消費財も同じですね。消費財も代理も、1単位売ったら P2 の価格が入ります。で、それで消費財1単位作るために、生産手段を A に投入しますということです。で、生産手段1単位あたり P1 の値段ですから、掛け算して P1A2 ですね。こんだけが、消費財一単位生産するために投入せなあかん生産手段の投入費用ということになります。で、それプラス労働ですね。消費財を作るのには、一単位作るのにタウ2の労働がかかります。そしてそれ1単位あたり W の賃金を払いますから、W タウ2ですね。これだけの賃金コストがかかります。で、これ足し算した。こんだけですね。消費財一単位作るとに、こんだけの、コストがかかる。ということで、こっちの方が大きいですよ。こっちよりもこっちの方が大きいですよ。というのが、リジュンが存在する条件ということになります。そして、この W ですが、まあ、先ほど、言いましたように、W の賃金で、ラージ R の消費財が買えますよ。ラージ R は実質賃金です。このラージ R の消費財を、金額で表示する。消費財ですから、1単位あたり P2 の値段です。P2 ラージ R。これが W と等しくなりますよと。この3本の式が、リジュンが存在しますということを、先ほどのオキション2部門モデルで表したものになるわけですね。では、このリジュンの存在というのと、もう一つ、ここで、等価労働価値というのをちょっと定義しておきたいんですが、これは何かというと、ここでの定義は、その生産物を1単位を生産しましょう。その時には、もちろんその生産物そのものを直接作るのにも労働が必要だし、その生産物を作るために生産手段を投入せないか。で、そうしたらその生産手段を作るためにも労働がいると。それを全部足したものということです。だから、生産物1単位生産するために、直接間接に必要な投入労働力を定義としておきます。これをですね、この気象蓄積論の記号ですが、この記号を使って、T で表すことにします。PI ですね。まあ、この I に1、2が入るんですが、
T1 というのが生産手段を1単位作るために直接間接に必要な労働量、 T2 というのは消費財1単位作るために直接間接に必要な労働量ということになります。で、これがどのように定義されるか、2部門から先にやると分かりやすいので、2部門から先に書きますが、 T2 消費財を1単位作るために直接間接に必要な投入労働量、それはどういうふうに書けるか。直接にはタウに必要です。まあ、これはあのさっき定義した通りですね。そしてさらに間接、つまり消費財を作るために生産手段が必要ですと。その生産手段を作るために労働が必要です。それが間接に必要な労働ということになります。で、消費財一単位作るために生産手段は A に必要でした。で、その生産手段一単位作るためにどんだけ労働が必要かっていうと、それはあの T1 というふうに書きますっていう話ですので、1単位あたり T1 の労働がかかって、掛け算して T1A2 ですね。これが、まあ、消費財一単位作るために投入せないかん生産手段を作るために必要な労働ということ。で、こっちが間接。これが間接必要労働で、これが直接必要労働ですね。これを足したのが、第二財、消費財の直接間接必要労働ということで、消費財の投入労働の価値ということになります。同じように T1 というのはこう書けるということですね。直接必要な投入労働量はタウ1です。で、間接に必要な投入労働量ですね。それは一単位あたり A1 の生産手段を投入します。そして生産手段一単位あたり T1 必要ですから、掛け算して T1A1 ですね。この連立方程式で、投下労働価値は定義されますよということになるわけです。まあ、この投下労働価値の話というのは、後ほど詳しくこの背景にあること、どういう考え方かということを、もう一度この数式表現についてですね、検討していきたいと思いますが、とりあえず今のところはこういうことで納得していただいて、これは解いていこうという話ですね。これ、簡単なもう連立方程式、そもそもの方程式として、ね、この一本目は独立して解けます。t1h を左辺に移行して t1-t1h ですね。イコールタウ1。で、t1t1 ですから同じものですから、こうくくって、外に出すと。で、両辺を 1-a1 で割ると t1 は出てきます。1-a1 分のタウ1ということなんですね。ただ、ここで注意しなければいけないのが、t1 っていうのは投下労働価値、生産物一体作るために必要な労働量ということですから、これプラスじゃないとおかしいと。正じゃないとおかしいんですが、分母に 1-a1 というのがあります。で、これは t1 がプラスであるということはどう保証されるのかという話なんですが、a1 ってもともと何だったかというと、これは、生産手段を1単位作るために投入せないか、生産手段自身の量であります。だから、生産手段1単位生産するのに、投入せないか、生産手段が1単位よりも多かったらどうなるかというと、生産するだけ損ということですね。なので、投入したら、その投入した分よりもたくさん生産されないと意味ない。まあ、純生産ということですね。投入したものを除いた残り、純粋に生産する分がないと意味がないということね。で、だから 1-a1 がこれはプラス。まあ、要するに a1 は1よりも小さいというのは、その純生産ができますよという条件なので、まあ、これ純生産可能条件と言いますね。まあ、ともかくとりあえず、ここではその1、a1 というのは1よりも小さい。だからこれはプラスなんですよと。いうことで覚えておいてください。はい。t1 はこんな感じで、1-a1 分のタウ1というふうに出ましたということです。で、t2 に関しては、とりあえず代入しておくと、1-a1 分のタウ 1a2 プラスタウ2というふうになります。消費財内作るために必要な投入労働量ということになります。以上、よろしければ、いよいよ証明に入っていくということになります。今回でもその2つに単純化したために言ったって言いましたけど、両方ここ、係数 P1 ですよね。はいはい、そうです。P1 ということは生産手段と消費財っていうのは、その、なんか対等な独立したものではなくて、生産手段があって、消費財はその結果できた関数みたいなもんだと思った方がいいですか。そうですね。例えば小麦とパンだったら、小麦を作るのに小麦を使いますし、それからパンを作るために小麦を投入していると。いうことです。だから1部門から2部門に投入が流れているということです。最終的に NL でのモデルは、なんか、例えば、その、片っぽから A から A が B にも依存して、B が A にも依存してみたいな、もっと複雑なものもあり得る。はいはい、そうです。今回の場合は完全に P1 が元で、はい、なんか、
1も2も P1 を元に作ってるイメージなんですね。お互い絡んでる状況も、はい、最終的にその行列なり微分方程式なりであるっていうことです、はい、行列ですね。実際にはあのそうなるということです。でこれはここで今回両方とも不等号が2つ左向きで生じているのは、はい、パン屋も小麦粉屋も両方利益を出そうということです。はい、そうです、そうです。はい、すべての部門で利潤が出るということですね。ということで、それではあのこれを使って証明に移っていきたいと思うんですが、今やりたいことはこの利潤が存在しているということはどういう条件のもとで成り立っているかということですね。で、まあいろんなあの解き方があるんですけれども、まああの。まあ、蓄積論のやり方で、あの、一応やりますとですね。これ両辺を P2 で割ります。P2 で割るとどうなるかというと、こうなるんですが、P2 分の W ってこれ P2 で割ればいいんです。P2 分の W っていうのは、これあの、ラージ R ですね。なので、これラージ R。で、これを左辺に持っていって、P2 分の P1、マイナス P2 分の P1、1、大なり、ラージアルの位置です。こうなります。で、P2 分の P1 で、まあ、くくっておきますと、1マイナス H。で、こういうふうになります。で、1マイナス H で、あの、両辺を割ると、先ほども言いましたように、これ、プラスですので、こいつはプラス。純正算可能条件を満たしていると、こいつはプラスですので、1マイナス H で割っても、不等号の向きは変わらないと。いうことになって、P2 分の P1 が R かける1マイナス A1 分のタウ1というふうになります。そうするとですね、これちょっと思い出していただきたいんですが、これは、あの、先ほどの等価労働価値の、あの、定義をやったときに、解いたんですが、これ P1 ですね。で次に、あの、こっちも同じように P2 で割ります。1大なり、P2 分の P1、A2、プラス P2 分のW タウ2というふうになって、やはり同じようにこれですが、ラージ R ですね。で、これはですね、このラージ R タウ2を、まあ、左辺に持っていきますね。1マイナスラージ R タウ2大なり P2 分の P1A2 というふうになります。これ A2 で両辺を割りますとですね、A2 分の1マイナス R のタウ2というのは、P2 分の P1 よりも大きいですと、こういう式になります。そうしますとですね、この P2 分の P1 というのはこっちよりも大きい、だけどこっちよりも小さいということ、つまり A2 分の1マイナス R タウに大なり P2 分の P1 大なり R かける P1 ですね、 RP1、まあ、こういうふうになったということ。ということはどういうことかというと、こういう風なものが成り立つためには、そもそも A2 分の1マイナス R タウ2が RT1 よりも大きいということが言えないと、こうなりませんよと。こうであるならば必ずこうなるということですね。で、あるし、逆にこういう関係が成り立っているならば、この間に P2 分の P1 を持ってくることができると。つまり、こういう風になる、P2 分の P1 が存在する。よろしいですか。こういうのが成り立っているならば、こういう式が成り立っているならば、必ずこれが成り立つということだし、これが成り立つならば、適当に P2 分の P1 を持ってくれば、この間に持ってくることができます。だからこんな風になる、こういう P2 分の P1 は存在しますということになります。これ何を表すかというと、これ両辺に A にかけると、まあ、こういう風になりますね。で、マイナス R T タウ2を、右辺に持っていきますと、1大なり RT1A2 プラス R のタウ2というふうになります。これあの R でくくりますとですね、1大なり T1A2 プラスタウ2かけるラージ R、まあ、こういうふうになります。で、これ何だったかっていうのを思い出していただきますと、これ先ほどの等価労働価値の定義、2番目の式そのものでありまして、これは T2 なんです。つまり、何が言えたかというと、こう、1大なり T2R、ということが言えましたっていう。で、これは何を表すかということですね。要は、あの、今の結論は、こいつが、両方の利潤が存在するような化学というものがあり得ますという。これですね。
利潤が存在できますということと、この1大なり t にあるというのは同値であるということです。じゃあこの1大なり t にあるというのは一体何を意味するのかということですが、R というのは労働を1単位提供したらその見返りでもらえる賃金で買える消費財の量です。で、t2 というのはその消費財1単位を作るために直接間接に必要な労働の量です。これ掛け算するということは TNR は何を意味するかというと、労働を1単位提供した結果としてもらえるものを作るために必要な労働の量ということです。で、それが提供した1単位よりも小さいですよという、そういうことになります。つまり、労働者がおりまして、労働者が労働しますよと。1単位の労働をします。で、その結果として物がもらえます。消費財がもらえます。ということなんだけども、この消費財を生産するためにどれだけの労働が直接間接に必要かというと、そいつはですね、この T2R の労働によって直接間接に、ラージ R というものが、生産されるということです。で、そうするとこの T2R という労働はそれが1よりも小さいですよということで、ここにこの差が出ます。これがプラスですよ。つまり労働者は自分が受け取るもの、自分が受け取るものを作るために必要な労働よりも余計に働いていますよと、いうことになるわけですね。これは要するに労働の搾取ということで、結局労働者は労働を搾取されていると。ということと、資本主義経済によって利潤が存在しているということが、数学的に同値であるということが証明されましたということになるわけです。これが、マルクスの基本定義ということになるわけですね。価格が投下労働価値に比例するとか、そんなこと関係ないんですと。ともかく利潤が存在するような価格があるならば、労働は搾取されている。いうことが、証明されましたと。非常に抽象度が高くて、数学を簡単にしようと、してやっていることなのに、そのこと